つくねは宇宙戦艦ヤマト。宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ。必ずここへ帰ってくると手を振る人に笑顔で答え。みんなを離れイスカンダルへはるばる望む宇宙戦艦ヤマト。はい、ということで、後半戦始めていきましょう。前回はね、火炎直撃砲がね発射されてね、主力戦艦が一隻やられたわけですけども、そこでね、前半戦が終わって後半戦、ここからいよいよ総力戦が始まるというところで、後半戦が始まります。実はですね、この録音ちょっと2回目でですね、ちょっと1回目のね録音が取れてなかったのがね、ちょっとダメージ、精神的ダメージがね来てるんですけど、まあ、そこはなんとかね1回目と同じことをね話せていけたらと思います。で、まあ、あのコメントとかでね前からね言われてたことなんですけど、僕勘違いしちゃって、勘違いっていうか間違えちゃって、あのヤマトをね、ヤマトしか操作してないんですよね、このステージね。なんか実際のところは他の戦艦とかもね指示出せるっぽいですね。なんか普通に勝手に動いてくれるんで、なんか生産を始めよう、そのままでいいかなと思って、特に何も指示出さずにね、ヤマトだけね指示出してね、戦ってるんですけど、実際のところは他の戦艦、巡洋艦とか主力戦艦も指示出せるっぽいですね。まあただまあもちろん自分で指示出した方が楽しい、プレイ的には楽しいんでしょうけど、こう見る側からしたらいちいちねこう一時停止せずにね、ヤマトしか動かしてないんで、まあ見る側としてはまあわりかし見やすくはなってるんじゃないかなと思います。もちろんね自分で動かした方がね戦略性があってね面白いとは思うんですけどね。このコンピューターもねある程度ね、一番近い敵のところにねこう向かってくれて、まあ、わりかしね、そんな、アホな動きはせずにね、淡々と敵をね、倒していくっていうね、動きなんで、まあ、全然ね、問題ないんですけど、まあ、楽しさ的にはね、多分自分でね、こう、地球艦隊をね、操作していこうが多分楽しいと思うんで、実際プレイする、しようっていうね、方は今後ね、この動画を参考にする、参考にしようっていう方がいらっしゃれば、まあ、ちょっと自分で動かした方が、楽しいかと思います。まあ、ただ僕はね、十分ね、このコンピューターでもね、あの、ヤマトだけを操作するっていうね、プレイ方法でもね、全然楽しかったんで、いいんですけど、まあそこはね、ちょっと注意点としてね、一個、最初に言わせていただこうかなと思います。あと、まあね、1回目の時もね、1回目の録音の時もね、喋ったんですけど、このステージね、あれなんですよね、僕、プレステ2からね、このゲームやってるんで、プレステ2の時は、ちゃんとね、原作を再現、したかな、したように、カシリのね隙間までね火炎直撃砲から逃れるためにね一旦転身するんですよね。転身っていう感じじゃないか、ちょっと横にそれるって感じが、そういう展開があるんですけど、まあ、あのこのプレステーション版の土星決戦はどうやらなんかそういう下りはなくて、火炎直撃砲が来てもねお構いなしにね直進してね、本当にですね、総力戦のように戦っていくっていうね展開っぽくて、まあ多分ね容量の問題だとは思うんですよ。これより応戦に移る。というのも、まあプレステ2、続編のプレステ2であえて階層まで作ってねやるっていうのは、まあちょっとねスタッフ的にもね思うところがあったんでしょうね。まあこのゲームプレイステーション版だと火炎直撃砲はね受けつつも、そのままね、
直進してね、倒すっていうね。まあ、ある意味、さらば宇宙戦艦ヤマトのね、展開にもちょっとね、近いというか、間を取ったような展開ですね。まあ、そういう意味で言えば、タイピング拡散波動砲っていうゲームがあって、それもね、土星拳総力戦があるんですけど、それもね、敵がね、メダルーザでね、バンバン火炎直撃砲をね、撃ってくるんですけど、アンドロメダね、特にね、こう、カッシーニの隙間とか間隙に逃げずに、そのままね、メダルーザのとこまで行って、拡散波動砲をね、ぶちかますっていうね、脳筋土方さんが見れるので、それに近い展開ですよね。これもね、なんかね、アンドロメダがね、勝手にね、メダルーザのとこまでね、一目散にね、突っかかっていってね、ぶん殴りに行くっていうね、展開なんで。なんかね、コメントとか見る限り、アンドロメダは操作できないっぽいですね。アンドロメダはもう本当にね、メダルーザ殺戮マシーンみたいな感じになって、メダルーザを倒しに行くためだけにね、こう、直進していくっていう、ターミネーターみたいな動きをするんで、まあ、ヤマトがね、実質機関みたいなね、ことになるんでしょうね、このステージだと。ね、アンドロメダはね、機関ということを忘れてね、メダルーザをね、張り倒しに行くんでね。そこはちょっと僕もね、何回かね、このステージやって、もうアンドロメダはね、ずっと、メダルーザのことしか考えてないような動きをしてくるんで、それはそれでちょっと面白かったんですけど。まあ、あとね、拡散波動砲とかをね、こう、意図的に打てないのがちょっと、このステージのちょっと残念なところというか、打てるんですかね、これ。僕指示出してないんで、わからないんですけど、打てるならちょっとね、また面白そうですよね。まあ、メダルーザのこの攻撃順番的に、アンドロメダは最後に多分するんでしょうけど、主力戦艦から倒していくんで、あまりね、この拡散波動砲を撃つチャンスっていうのもね、まあ、打てたとしても、なかなかね、そのチャンスはないかもしれないですけどね。まあ、あと、このゲーム、このステージで、評価を高く取るには、やっぱり、このメダルーザの火炎直撃砲が、核キルというか、撃ったら瞬間、一石必ず沈んで、それがね、ダメージ換算に入ってるのかはちょっとわかんないんですけど、入ってるかもしれないですね。入ってるんなら、なるべく早くメダルーザを倒しに行くっていうのが、多分正しいムーブなんだと思うんですよね。で、まあ、特にね、見栄えとかを考えなかったら、この、今のプレイではね、山本を左側の、右側の空母に向けて、加藤を左側の巨大空母に向けてるんですけど、で、古代をね、古代が余ってるんで、古代をメダルーザに向けてね、出撃させたら多分一番早いんじゃないかなと、思いますね。多分ね、メダルーザ結構強い、設定値とかもね、多分結構強めなんで、なかなか倒すのも大変かと思いますけども、まあ、運が良ければ、まあ、古代で倒せるんじゃないかなと思いますね。なかなかね、このステージはね、評価を、高い評価で取るのはね、難易度は高いっぽいらしい、ぽいですね。さあ、ということで、ヤマトがね、こう、一番ね、激戦区に今向かってるわけですけども、何がしたいかというとね、もう波動を打ってしまうと。まあ、結局ね、こういう艦隊決戦はね、波動砲を撃ったもん勝ちですからね。波動砲撃ちに行こうということで、今激戦区にね、ヤマトが向かっているところですね。さあ、大戦艦もどんどんね、倒せるだけね、倒していきます、コスモタイガーで。あと、このステージで、まあ、攻略本にもね、書いてあったんですけど、このステージで大事なのは、やっぱ、強化対艦ミサイルをね、常にね、満タンに生産し続けるというね、キャナダさんをうまく活用していくことがね、このステージの鍵になってきますね。やっぱ、強化対艦ミサイルはね、どんどん減っていくんで、この、コスモタイガーの戦闘機会が多いので、で、敵の数もめちゃくちゃ多いんで、やっぱ強化対艦ミサイルがね、大事になってきますね。さあ、ということで。
まあ、僕もこのプレイ、ステージ、ね、プレイしててね、結構楽しかったですね。やっぱね、土星剣総力戦はね、面白いですね。どのゲームでやっても面白いですね。プレイ2のやつも面白かったし、タイピングのやつも面白かったし、やっぱ花がありますよね。ガトランティスのね、このメタルーザーにもね、花があるし、アンドロメダも花があるし、まあ、なんといってもね、地球艦隊がね、唯一こう、勝つっていうね、展開なんで、ヤマトで言うとね、ないんでね、他に勝ったシーンがね。やっぱね、アンドロメダとかね、主力戦艦とこの第二世代の地球防衛艦がね、人気なのもうなずけますよね。ただ単にね、デザインがいいだけじゃなくてね、ちゃんと見せ場をね、作ってもらえたっていう点もね、人気な理由の一つ。まあ、大きな要因でしょうね。でちゃんとね、ガトランティスもね、ただただやられるわけじゃなくて、ちょっと見せ場を作ってやられるのがいいですよね。まあ、サラバの方はね、ちょっとあんまりな展開でしたけど、ヤマト2はね、面白いですよね。土星剣総力戦。さあ、真ん中にね、向かっていきますね。ヤマト発進、ようそろう。ちょっとずつね、こうアンドロイダがね、こうメダルーザから見て右側からね、こう機械を伺ってますね。この張り倒す火炎直撃砲発射。ちゃんとね、ガトランティス側はこの機関をね、一番後ろに下げて正しいムーブを取ってるんですけど、こっちはね、本当にね、もうアンドロメダがね、一目散にね、敵の機関に向かっていくっていうね。多分ね、これメダルーザもね、気づいてないですね。アンドロメダがこんなに近くに来てることに。さあ、巡洋艦の戦闘画面に入りましたね。まあ、まずは、ミサイルと、あとやっぱりね、このゲームはね、下に入った方がね、3D 戦闘画面に入った時は、下側にね、入るのが鉄則なんで、こうまず敵がね、下に入ってる時は、ミサイルで戦うっていうのはね、一番いいと思います。ミサイルと横についてるね、砲塔ね、上についてる砲塔で戦うと、角度的にね、当たらないんで。こう、右舷副砲、左舷副砲を使って、こう戦っていくのがいいと思います。まあ、あと一個思うのはこれずるいですよね。敵の数多いですよね。なんでこっち一石なんでしょうね。こっちがね、一石だけしかいないっていうのがね、ちょっとなかなか僕もね、不服なんですけど。数が少ないですよね。プレステ2も改装編も、まあ、巡洋艦とか主力戦艦の数増やされてるんですけど、それでもまだ少ないですよね、あれも。やっぱあれもちょっとハードの問題なのかなっていう。そういう面で言うと、やっぱりね、プレイステーション3とかね、4、5とかでね、こう、もしね、次世代ハード機でヤマトのこのプレステ版が続いていたとしたら、こう、まあ、大艦隊の戦いとかもね、結構面白くなったんじゃないですかね。さあ、でね、緊急修理ユニットがね、結構少ないんで数が。ちょっとやばいっすよね。結構これギリギリの戦いでしたね。今聞くとね、波動エネルギー増量パックみたいなね、やつと、緊急修理ユニットをね、もうフルで使っていって戦うしかないですね。これ一回戦闘画面が終わったら、次もう一回戦闘画面入った時、なんか、リセットされてるんで、アイテムの数が。だからまあ、出し惜しみせずにね、戦っていって問題ないと思うんですね。さあ、あと一隻。意外とね、巡洋艦がね、一番使いにくいかもしれないですね。この地球艦で言えば。
駆艦よりは砲撃精度が高いんですけど、逆に言うと駆逐艦より雷撃性能が低いんで、中途半端なんですよね。だからこのね、この動画だと駆逐艦のね 3D 戦闘画面多分ないと思うんですけど、一回入った時駆逐艦の方が全然戦いやすかったですね。雷撃性能に特化してたんで、このゲームは雷撃強いんで、角度とかね、いう概念がもう雷撃にはないんで強かったですね。まあそういう面で言うと、まだ主力戦艦とかね、あ、ちょっとムービー入りました、ね、五代、見ろ、参謀長の船が。相原、通信つなげ。参謀長。こちら戦艦薩摩、艦橋と機関部に直撃を受けました。火器管制機能停止、コントロールも不安定です。参謀長。艦長、いえ、参謀長は艦橋への被弾時に倒れられました。今治療中ですが。クソ、それまでこの艦が持つかどうか。とにかく戦闘続行は無理です。このまま戦線を離脱します。はい、ということでね、参謀長が乗る薩摩、まあ参謀長も含めね、戦線離脱してしまいましたね。特に見せ場もなく、まあ一個に出てくるんでしょうね、またね。薩摩とかもね、続編で出てるんで撃沈することはないでしょうから。さあ、だんだんね、形勢がね、有利になっていってますね。まあヤマト2の土星決戦の、メダルーザのね、火炎直撃砲はね、めちゃくちゃ連射してたんで、これはもうたまらんということでね、拡散波動砲撃つ前にね、全滅してまうっていうことで、カッシーニの隙間にね、転身したんですけど、このゲームはなんかね、メダルーザの火炎直撃砲もそこまで連射は効かないだろうって真田さんも言ってたんで、だからね、カッシーニに逃げずに、こう、突進していったっていう解釈もありますね。ありえますね。そんなに連射してきてないんで。で、今ね、喋ってる間にね、大戦艦にね、宣戦布告したのは、ちょっとね、大戦艦の動きを止めたかったっていう。今ね、ちょうどね、ヤマト、がもう1マス前に進んだら、波動砲を撃てるラインに入るんで、一回こう大戦艦の動きを止めて波動砲を撃てるような状態にしました。さあ、ここからね、機関逆転急制動ということで、波動砲をね2発連続撃っていこうと思います。このためにね、古代をね、ヤマトにね、残しておいたんで。さあ、まだ撃てません。急制度してからしばらく経たないとね。ここで矢印がなくなったら、波動砲撃てます。ターゲットスコープ、オープン。さあ、大戦艦とメダルーザに向けてね、波動砲。タキオン粒子出力上昇。総員、対ショック、対先行防御。チアロック解除。まあ、あと波動砲ね、2発撃てるんで、もう全部存分に使っていこうと思います。9、8、7、6、5、4、3、2、1、波動砲発射。
緊急回避。さあ撃ちましたよ。でね、メダルーザがね耐えてくるんですよね。まあさすがはボスキャラですね。さあもう一回撃ちます。波動砲へエネルギー。まあこの後ねヤマトはね、あの白色彗星、あの白色彗星が現れて、こう機関長エンジンがやられましたって言ってましたけど、あれ多分白色彗星のせいじゃなくて、ここでね波動砲をね連射したせいですね。こんなに連射するもんじゃないですからね、波動砲はね。多分ここでエンジンが焼き切れたんでしょうね。8 7 6 5 4 3 2 1、波動砲発射。さあここで一気にね大戦艦をの艦隊をね2つ落とせるのは大きいですね。一気に有利な展開に持ち込めます。いややっぱ強いですね波動砲は。さああとはもう古代を過労死させてね、こうコスモタイガー3番隊で出撃します。これ1個ね、こうずっとプレイしてて思ったのは、3番隊じゃなくてちゃんとね古代だけコスモゼロに乗らせて、で周りコスモタイガーみたいなねやつも欲しいですよね。どうしてもねコスモゼロは短期なんで、なんかなかなかねコスモゼロが活躍するシーンがね難しいっていうね。確かにさらば宇宙戦艦ヤマトだとね、最後古代が乗ってたのはコスモゼロじゃなくて、コスモタイガーで乗ってて、あれがまあ3番隊のことなんでしょうけど、ちょっとねそういうこちら相原柔軟性もちょっと欲しかったなと。雷撃戦を仕掛けてください。了解。さあまあなんかねパッと見の形勢みたいな形勢はかなり有利になりましたね。しかもなんかヤマト2のね最後のこのメダルーザをね袋叩きにするようなこう構図にも近いですね。あのヤマト2の方はヤマトがね到着するまで間に合わなかったんですけど、メダルーザがもうねその前に撃沈したんですけど、なんかそれっぽい構図になってますね今ね。敵を捕捉、攻撃を開始する。さあここで古代がちょっと申し訳ないんですけど、あとね波動砲2発撃たせた後にこう出撃させるっていうね、労働基準局がね黙ってないんですけどね。ただこれ古代の意思で言ってますからね、僕が命令したわけじゃなくて、彼がヤマトのトップなんで、彼の意思でこう言ってますから。さあ安定の古代ですね。さあちょっとアンドロメダがね遠回りしてメダルーザに向かってるんで、これがねどうなるかっていうところですよね。こちら相原艦長代理、急いで帰還してください。僕もねこうせっかく動画にするわけですから、ヤマトで倒すよりこうアンドロメダにねメダルーザに倒してほしいわけですよ。だからこううまいことね調整してるんですよね今ね。発射。さあアンドロメダがちょっと大戦艦が邪魔だな今。しかもねこのアンドロメダに倒させるんだっていうね意思のせいでどんどん火炎直撃砲でね尊い犠牲がね発生してるわけですけど、もうね主力戦艦いないですからね。まあこの後ムービーにね主力戦艦いっぱい出てくるんで、多分ですけど
カシーニの感激にね、こう呼びたいとしてね、多分いっぱいいるんでしょうね。今ね、こう画面外でね、主力戦艦がいっぱい控えてる状況ですね。さあ、大戦艦倒しました。あとはメダルーザだけです。さあ、アンドロメダがこう間に合うかどうかってところですね。で、このままいくとね、ヤマトと勝ち合うんですよね。そしたら、あの、星巡る箱舟みたいな展開になっちゃうんで、あの、それは何としても避けなければいけない。ここはやっぱりね、アンドロメダに戦わせたいわけですから。衝撃砲、最大出力だ。土方さんに頑張ってもらわないと。火炎直撃砲、発射。多分メダルーザもね、間違えたんでしょうね。地球艦隊の機関、多分ヤマトだと思ってますね、これ。後ろからね、来てるんですよ、本物が。本物の機関が。敵を捕捉。火器管制システムオンライン。砲雷撃戦モードに移行。さあ、追いつきました、なんとか。多分ね、動力部が行かれてたんでしょうね、メダルーザも。さあ、ここで、まあ、ほとんどね、もう、メダルーザー、今の状況で言うと、波動砲をまず、直で食らった後に、何発か手砲、食火の門を受けて、結構もう、激震寸前なんですけど、そこでさらに後ろからね、アンドロメダにね、殴りかかられるっていうね。まあ、でもやっぱり最後はね、この絵で収めたかったんで、ちゃんといい絵が撮れてよかったですね。土星を背景にアンドロメダがね、メダルーザを倒すっていう構図が撮りたかったんで。しかもこのアンドロメダめちゃくちゃ強いんですよね、このステージのアンドロメダ。もう緊急修理ユニットも 5個あるし、でね、何よりも砲撃性能がね、ヤマトのまあ、3倍ぐらいの強さですね、多分ね。まあ、あまりにもね、攻撃性能が高くて、すぐね、エネルギーが切れるんで、もう本当。カタカ、地球人の船にここまで押されるとは。増量しつつってことですね。アイテム使いつつ、撃っていくしかない。ちなみにこう、コメントでいただいたんですけど、ここでね、一回戦線から離脱すると、死して大抵にお詫びよっていうね、コメントが聞けたらしいですね、バルゼン。これめっちゃ良くないですか、この絵。やっぱね、戦艦の機関同士のね、殴り合い。これが撮りたかったんですよ。いい絵が撮れてよかったですね。はい、ご視聴ありがとうございました。やったな、古代。ああ。消えた、消えた、消えちゃった。どうした、アナライザー。何が消えたんだ。いいから早く、新米さんのところへ行ってください。おかしいな。新米。何が消えたって？白色彗星です。なんだって？観測ミスじゃないのか？いえ、そうじゃないと思うんですが、記録した画像を再生します。本当だ。エネルギー反応まで消えている。どういうことなんだ。なんだ。これはただ事じゃないぞ、古代。お前は早く戻れ。俺はここで
白色彗星が消えた理由を調べねばならん。わかりました。古代君、一体何が起こったんだ。白色彗星が、白色彗星がこんな距離に突然現れたんです。ワープアウト。白色彗星が消えたのはこういうことだったのか。超巨大質量のワープアウト衝撃波で艦の至る所にダメージを受けています。機関長、エンジンがやられました。機関長、いかん、波動エンジンが。島、船をキープしろ。ダメだ、操縦不能。ヘト君、ヤマトが戦列を離脱していきます。何？ヤマト、応答ありません。古代、サラダさん、波動エンジンはどうなってるんです？徳川さんがやってくれている。俺は艦全体の破損状況を確認しに来ただけだ。あちこちやられているんだろうから、すぐに応急修理せねばならんだろうな。しかし果たしてそれで間に合うかどうか。戦列には参加できないのか。とても無理だな。地球連合艦隊が白色彗星に総攻撃を開始する模様です。なんだって？ユキ、パネルに回してくれ。了解。全艦砲撃用意。エネルギーが尽きるまで怒りを込めて撃ち尽くせ。あれだけの波動砲が役に立たないと。土方さんのアンドロメダだ。ヤマト、生きていたら聞いてくれ。我々は負けた。だがヤマトは死ぬな。生きて最後まで戦え。地球の運命は君たちの肩にかかっているのだ。古代、土方さん。白色彗星の巨大な力は地球の頼みとしたアンドロメダを一瞬のうちに葬り去ってしまった。しかもヤマトは手負いのままで宇宙の彼方へ落ちていった。地球に奇跡は起こらないのか。要塞都市は不気味に沈黙して地球を見つめている。はい、ということでね、絶望的な終わり方をして、ランク評価戦績ですね。さあ、ランクは、はい、C ということで、まあ最低限ですね。